本館の取調室。おいお前、名前を言ってみろ。はい、イリノミユです。よろしくお願いします。イリノミユだな。お前知ってるぞ。深夜天才バカボンでバカボンの役を演じてるやつだな。そうなんですよ、よく知ってますね。俺は何でも知っているんだ。貴様は人気があるらしいな。そんなことはないですよ、別に。どうしたら女にモテるか言ってみろ。で、そんなことないって言ってるんですけどね。そうですね、やっぱりオーソドックスなのはやっぱりじゃないですか、優しい人が好きってよく言われるから優しいのがいいんじゃないですか。でも優しいだけじゃダメだよって言われたこともあります。悲しいですね。そんな話はどうでもいい。すいません、すいません。はい、深夜天才バカボンはどんな作品か一言で言ってみろ。なんでしょうね、はちゃめちゃ、ユーモアがあっていいですよね。二言になっちゃったね。どうはちゃめちゃなのか言ってみろ。バカボン知ってますか。見た、本館さん見たことありますか。見たことあるに決まってるだろう。あれはひどいな。そういうこと、そういうことね。貴様、ところでお前は何ラーメンが好きなんだ。ラーメン、これ難しい質問ですね。池袋にあるお店で機関坊っていうお店があるんですけど。おう、これ大丈夫、 P とか、はい、大丈夫。その機関坊っていうのがすごい好きで、っていうのも山椒がの辛いのと、普通の唐辛子の辛いのと自分で調整できるんですよね。何？その山椒の辛さっていうのが僕は好きで、チャーシューも厚めでホロホロっとしててね、麺も太いんですよ。ほう、それが好きです。今日のところはこれぐらいにしといてやる。あら、最後にカメラに向かって視聴者の皆様にメッセージを言ってみろ。その前に本館さんはラーメン何が好きなんですか。何ラーメンが好きなんですか。チャーシュー麺に決まってるだろう。社長は、はい、いいです。皆さん、バカボンもうね、ものすごい、なんだろう、今までのこうアニメ業界のこう積み上げてきたものを全部ぶち壊してやるぞっていうぐらいの勢いで、スタッフキャスト一同頑張っておりますので、皆さん楽しみにしてください。よろしくお願いします。